これで草津としては連勝、初の連勝して、あ、サポーターが出てますよ、波に乗っていきたいところですね。祝初連勝と、まあ、なかなか連勝のチャンスもあったんですが、はい、勝てなかった草津、まあ、本当にサポーターにしてみるとホームでその連勝が叶ったということになりました。草津が2対1、非常に激しいゲームを制したというゲームになりました。先制した草津、前半40分に水戸が追いついて、そしてアディショナルタイムに再び松下が決めて、草津が2対1、水戸を破ったゲームです。放送席、放送席、そしてサポーターの皆さん、今日のヒーロー松下選手です。おめでとうございます。ホームでの連勝達成、そして今季初のホームの勝利、まずは今のお気持ちからお願いします。いや、苦しかったですけど、やってまでで良かったです。松下選手らしい強烈なミドルでの勝利となりましたね。そうですね、やっぱゴールに絡もうっていう意識も最近増えてたので、この間バーに当ててしまったので、今日はしっかりゴールが入って良かったです。最後まで諦めない気持ちがやはり2点目につながったんでしょうか。そうですね、今日は平日のナイターにもかかわらず、本当たくさんのサポーターの皆さんが駆けつけてくれて、本当サポーターの皆さんと本当選手が一体になって取れたゴールだと思います。松下選手も目に涙が浮かんでいますが、サポーターの皆さんも泣いている方たくさんいらっしゃいます。今後に向けてサポーターへメッセージお願いします。本当今まで連勝っていうものをできなかったチームが、ここで本当連勝できたことによって、さらに上の順位を狙える力をつけられたかなのと思います。これからまだ連勝 が終わりじゃないし、本当 J1 昇格っていうものをみんなで掴めるようにさらに努力して頑張りたいと思います。感動的な試合でした。ありがとうございます。ありがとうございました。